はいどうも皆さんこんにちは、シャンロンです。ということで今回なんですけど、スキンコンテストってあるじゃないですか。なんか例えばお題を実況者が使ってそうなスキンとかにして、視聴者の人たちがそこに実況者のスキンを使って参加して、優勝は誰なみたいな感じでやるスキンコンテストっていうのがあるんですけど、それの勝つ方法を見つけました。まあこういうことですよ。多分ね、どのお題出されても、これ激レアスキンレイダーを使えばどのお題でもスキンコンテスト1位取れる説っていうのをね、今回ちょっと思いついてしまったのでやっていこうかなと思います。で、1人目とりあえずちょっと見つけました。この人に行きましょう。ちょっと意味、ちょっと待って、もう始まるやん。ちょっと待って、ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、始まった。ルール説明があるらしい。隠れろ、ちょっと俺。めっちゃ黄色で目立っちゃってる俺。やばい。空中待機でコニーの端に降りると。オッケーオッケーオッケー。完璧よ。もう、いつでも来てくれ。準備オッケーだよ。空中待機でどこいればいいんだ、これ。てか俺入れてる、まず。ちょ、待って、俺入れてなくない？だってこれ22人でしょ？いや、入れてないやん。全然入れてねえわ。やばい、どんどん倒されてく。なんで？何？なんか死んだんだけど俺。この人、次行きそうじゃない？すごい VTuber だな、これ。顔面になんかロボットの頭みたいなの被ってるけど。よし、これ行こう。この人のとこ。何これ、すげえ。出た。09088。来たぞ。最速。はい、今回のお題は。正月の神社でお見せしてそうなスキン。すごいお題だな。来た。やべ、ちょっと待って、横に主の人がいる。これ配信主です、今回のロボさん。とりあえず、何もしなきゃ大丈夫だよな。すげえ。おー、なんか行ったぞ。向こう入ってったわ。すげえ人数いるんだけど。いやー、この中から1位いけるか、俺。シェンロンさんは誰だろう。シェンロンさん。あれ？シェンロンさん？シェンロンさんにわらわら？何の話してんの？今選抜してますね。これ何屋さんかな。選抜してる。何屋さんかわからない人を削っていきます。流星、ごめん、動かないでください。他の子に当たっちゃう。他の子に当たっちゃう。俺もウォッチャイは何屋さんかな、わかんないね。で、これはよし、次入るよ俺。おー、進んでってる。入れー、俺は行くぞ。俺は優勝を狙いに行く。どうなった？もうその辺はもうロボさん気にせずに、やりたいと思います。気にせずに。妹。やめて。君油断したねってこと？これ何屋さんなの？めっちゃ見られてんだけど。今回のお題は正月の時期でお店出してそうなスキンだからね。おお、合格？それとも何？ごめんなさい。皆さんかな？許してください。ガチモン？本当？本当も本物？お願いします。シャンロンさん。妹がダメ？シャンロンさんって方なんですか、本当に？妹がダメ。本当にみんなガチモンだ。掃除。お祭り。そう、神社の掃除です。めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてんだけど。何が起きてんの？
シャンロさんこれは何？カウンターさん、わかんないな、これ。わかんないな。みんながそうまで言うなら。大丈夫だったんかな？大丈夫だったっぽい。いや何？残そうか。残った？いおった？おお、生き残った！ありがとう。ありがとう、ロボさん。ありがとう。はい。ありがとうございます。やったー。あれ、あれ、あれ、あれ。よしよしよし。よーしよしよしよし。生き残ったぞー。で、あの子多分。ロッカーバグになっちゃったね。ごめんね。ありがとうな。何この、なんかロッカーに閉じ込められてる人がいるんだけど。ガシャポン屋さんで。そんなことあんの。決勝の間の方に移動の方。決勝の間来たよ。決勝の間。決勝の間来た。お願いします。今回のお題は。よし、ここだ。俺はここに行くぞ。ちゃんと並べ。ちゃんと並べ、お前ずるいぞ、卑怯だぞ。地図もちょっと違うかな。で、やっぱブルーインタスもね、ちょっと違う。やべやべやべ。まあでも一応決勝までに生き残ってるよ、俺は。パンケーキ屋さん、お、ありだね。あー、匿名めっちゃいいなの、いいのにな。君ちょっと残しとくか、めっちゃいいから。でも白いチョコレート屋さんでも。やばい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 。わあ、いいね、ドライブマシュメロ屋さんだね。やめて。クッキー屋さん、たこ焼き屋さん。君ちゃんと並んで。伸びた伸びた。お前そこないだろ、枠。ああ、これ、ああ、いいね。ああ、これオサム X が、うん、坊ちゃんありがとう。やばい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 。来てる来てる。伸びた。さあ、これは何屋さんか分かんないから。 IQ やばい。で、バナナ。うわ、お、でバナナ助かったな。伸びたちょっと。伸びたちょっとどいて。ほら、伸びたどいてって言われてるやん。君、そう、ほらどいて、横行って。男子た姉さんはどうだろう。おー、オッケーもらった、もらった、オッケーもらった、オッケーもらった。おお、うわー、やばい、中で何が起きてんだよ。うわー、中で何が起きてんだ。はい、並んでください。並ばなかったらもう撃ちますよ。お祭りっぽいやつ。誰？まあでも正直、その妹とか関係ないんだけどね。このスキン勝ちをするから、俺は。正月のやっぱりスキンコンテストだからね。無理かな、スキン勝ちよ。この匿名さんね、俺好きなんだよ。めちゃくちゃ好きなんだよ。うわ、めっちゃ人数減ってんじゃん。バナナ？バナナ？バナナ。サメありがとう。うわー、やべえ。割といいよね。女の子スキンではいいから、この、龍神ポッカありがとう。いやー、やばいねー。周りさんありがとう。やばいねー。すごいハイペースで殺されていく。ハイペースでやられていくぞ。クッキーも、やっぱないかな。やばい。ない。いやー、バナナもねー。バナナは？バナナが。ごめんごめん、許してください。あれあれ、え、あれあれ、え一瞬で許されたんだけど俺。嘘。これで何人？ 2、4、6、7人。あと2人削るんだけど。めっちゃ見られてる気がする。めっちゃ見られてる気がする。ここまでちょっとね、忖度してきたんですけども、テーマに沿ってないけど、何屋さんか分かりません。まあやっぱダメか。やっぱダメだったか。ここまで残してくれたの優しすぎない？普通だったらね、もう一発目で殺し当たり前なの。いや、今回ね、ちょっと、スキンコンテスト激レアスキンでいけば勝てる説っていうのやったんですけど、全然勝てませんでした。はい。まあ、勝てないよな。お題沿ってないしな。いやいや、でもなんかめっちゃ面白かった。よかったら皆さん、このロボさんのチャンネル、概要欄に貼っとくのでね、皆さんよかったら配信
行ってみてください。本当面白いんで。ということで、この動画は終わります。